ショーン・ダニエル・オサリバンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。2005年の MLB ドラフト3巡目で、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムから指名され、2006年5月29日に契約を結び、プロ入りを果たした。2006年は、参加のパイオニアリーグのルーキー級、オレム・オールズでプレーした。 14試合に先発登板し、4勝0敗、防御率2.1455奪三振を記録した2007年は、A 級、シーガーラピッツカーネルズでプレーした。25試合に先発登板し、10勝7敗、防御率2.22125奪三振を記録した。2008年は、A 級乱直カモンがクエックスでプレーした。28試合登板し、16勝8敗。 防御率4.73111奪三振を記録した。2009年は a 級アーカンソートラベラーズでプレーした。ここでは3試合に先発登板し1勝2敗、防御率5.3014奪三振を記録した。その後トリプル a 級ソルトレイクビーズへ昇格した。ここでは14試合登板し6勝4敗、 防御率5.4848奪48三振を記録した。2009年6月16日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビューを果たした。2010年はトリプル A 級ソルトレークで15試合に先発登板し5勝5敗、防御率4.76、58奪三振を記録した。2010年7月22日にアルベルトカヤスポとのトレードで ウィル・スミスと共にカンザス・シティロイ・アルズへ移籍した。2011年6月22日にリハビリのため参加の AAA 級オマハストーム・チェイサーズへ移動した。7月4日に参加トリプル a オマハへ降格した。ここでは14試合に先発登板し8勝2敗、防御率4.2255奪三振を記録した。9月21日にメジャーに最小格した。 2012年はトリプル A 級オマハでプレーした。ここでは17試合登板し5勝4敗1セーブ、防御率6.7526奪三振を記録した。2012年6月21日にトレードでトロントブルージェイズへ移籍した。6月23日に参加のトリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズへ配属された。14試合に先発登板し9勝3敗。 防御率2.7244奪三振を記録した。オフの11月2日に FA となった。2012年12月11日にサンリエゴパドレスとマイナー契約を結んだ。2013年は開幕を参加の AAA 級通算パドレスで迎えた。7月12日にメジャーに昇格したが、7月30日に故障者リスト入りした。 8月1日に故障者リストから復帰した。8月19日に DF となった後、22日に40人枠を外れる形でトリプル A 級通村へ降格した。最終的にトリプル A 級通村では20試合に先発登板し、8勝5敗、防御率3.8399奪三振を記録した。オフの10月1日に FA となった。 2013年12月18日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んだ。2014年3月30日に参加のトリプル a 級リーハイバレーアイアンピックスへ配属された。6月28日にメジャー契約を結びメジャーに昇格したが29日にディエフェとなった。7月1日にトリプル a 級リーハイバレーに降格した。8月7日に メジャー契約を結んで昇格したが、10日にジェローム・ウィリアムズの加入に伴い、ディフェとなった。8月12日にトリプル A 級リーハイバレーへ降格した。9月5日にメジャー契約を結んで昇格した。同年はトリプル A 級リーハイバレーでは、25試合に先発登板し、6勝10敗、防御率4.3094奪三振を記録した。 オフの10月6日に、トリプル A 級リーファイバレーへ合格し、翌7日に FA となった。12月16日に、マイナー契約で再契約を結んだ。12月22日に、トリプル A 級リーファイバレーへ配属され、スプリングトレーニングには、招待選手として出場することが発表された。2015年4月12日に、メジャー契約を結んで25人枠入りした。 4月22日に15日間の故障者リスト入りとなった。5月7日にリハビリのため A 級レイクウッドブルークローズへ配属された。7月7日にトリプル A 級リーハイバレーへ降格した。8月19日に再び故障者リスト入りした後、22日に復帰した。10月5日に FA となった。2015年12月2日に ボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ。2016年開幕は、参加のトリプル A 級、ポータケットレッドソックスで迎えたが、5月6日にメジャー契約を結んで25人枠入りした。5月16日に DF となり、18日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級ポータケットへ配属された。7月3日に再びメジャー契約を結んで25人。 枠入りしたが、10日に左膝を痛めて、故障者リスト入りした。故障者リストから復帰の8月11日に40人枠を、外れる形で、トリプル A 級ポータケットへ配属された。2016年11月25日、韓国プロ野球のネクセンヒーローズと契約。だが一軍で一勝もできず2017年5月3日、ウェーバー工事され退団した。 2017年5月23日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。ありがとうございます。